方ね、ちょっともう肩が硬い状態ですね。前にもこう肩回りません。肩広がりませんね。こっちも広がりません。広がりません。ね、前にもちょっと回りにくい。後ろに流れていきます。ね、後ろを行いますね。マンジストレッチ。肩こり、首こり、肩のね、ベンチプレス、パンチの前に最適です。一発解消ですね。マンジストレッチ。ね、ほっ。骨頭を抜いていきます。前腕骨、骨頭の詰まりを取っていきますね。肘がぐーっとここまでね、左が右側が左側の肩の上の方まで上がるのをポイントです。ほっ、ローリング、1スタン、2ぎゅっとここまで肘くる感じですね。回します。反対側リバース。ほっ、キューッと肘が右側に出てくる。左の腕の肘が右側に出てくるね。背中の裏側から出てくる感じです。ストーン、ストーン、コットン抜いてますね。シュッ、右、左、両方、シュッと、もう一回いきます。ワン、トゥ、ぐっと肘出していきます。ホッ、スリー、フォッ、ファイブ、ローリング、シックス、セブン、エイト、スワイショー。棘上筋、棘下筋、大円筋、小円筋、菱形筋ね、僧帽筋、三角筋の全体の筋肉をね、そして棘上筋をリフティング、マンジストレッチで肩こりの詰まりを取るメソッドです。スッスッ、フッと振っていきますね。指先にピーンと血流が流れます。スッスッスッ、フッフッ、最後はマンジのポーズ、ね。まあ、これがね、ぐーっと広がります。肩が硬いところがね、前にも縦にもくる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 と回ります。ビフォーアフターね、横軸キューッとコットに入れますので、くるくると回ります。縦軸もくる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 と回りますね。柔らかくフレキシブルになっています。ぎゅーっと広げていって、くるりっとぎゅーっと後ろから、ぎゅーっとね、できるんです。前に、キュッ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 、6、4、9、はい、ありがとうございました。